どうも超人胸です。ただいま時刻は夜の10時半を回っております。地元のね、ジーソに来てるんですけども、このカメラの明かりだけですごい真っ暗なんですけど、多分ね、これも下からいない、結構心霊スポットなんかよく撮影に行くんですけど、心霊スポットに近いような雰囲気があります。なんでね、ここ釣りに来る人なんてね、多分俺ぐらいしかいません。何回か来たことあるんですけどね、1回30センチから40センチぐらいの生後を1匹釣ったことがあるくらいで、あとは釣ったことないですね。2、3回なんか何か魚かかってバラしたっていうのがあるんですけども、正体見ることもなくバラしてしまったんで、大きいメバルなのか生後なのかよくわかんない。多分生後だと思うんですけどね。ここの海、この海域はアジがいないので、メバルもいるかどうかちょっとわかんないんですよね。まあいるものと思ってメバルを狙ってみたいと思います。ということで、まあ、釣れるかどうかわからないですけど、頑張ってやってみようと思います。ヒット。メバルですね。小さいですけどメバル釣りました。もうちょっと大きいのを狙ってみたいと思います。僕もしかしたらメバルもいねえのかなと思ったんですけど、いましたね。ヒット。2匹目来ました。15センチ弱ぐらいです。15センチぐらい。なかなか大きいのですよね。ヒット。結構魚いるみたいなんですけど、
みんなこの方ですね。こんな感じです。ちっちゃいですね。15センチないぐらい。ヒット。イエーイ。サイズは大きくないですけど、結構数は出ますね。15センチくらいかな。かわいいサイズですね。ちょうどこの正面のところにはまってるみたいですね。ヒット。入れ食いですね。ワームではもうほぼ入れ食いで毎回連れてくるんですけれども、サイズがちょっとね若干ちっちゃいんで、今度プラッキング狙ってみたいと思います。ヒット。お、ちょっとでっかいかなこれ。でかいかと思ったら、ただのスレでした。スレがかりです。ちょっとね、クラブでいい方がヒットしたかと思ったら、ただのスレでした。それより、さっきワームで釣ったやつよりちょっとちっちゃいですね、逆に。あ、釣れませんね。フラグはやっぱりちょっと反応が悪いんで、ワームに戻したいと思います。ヒット。フラグに、ワームに戻すとやっぱりちょっと、結構反応がいいですね。お、今度こそちょっと大きいか。若干サイズアップしたかもしれません。これちょっと大きいですね。よっしゃやりました。キープサイズ来ました。やっと20センチちょっとぐらいあるかな。やりました。まあまあいいサイズ釣れました。久しぶりにねこれ持って帰って、煮付けにして食べたいと思います。キープですねこれ。ヒット。リリースサイズですね。またサイズダウンです。なかなか大きいサイズ釣れないですね。まあでもワーム使うとほぼ入れ食いなんでちょっと楽しいですね。
あれ、なんか急に反応がなくなりましたね。おかしいな。釣れたかな。試合が終わったかな。ヒット。ちっさ、ちっさいっすね。よし、やっぱなかなか大きいのは出ないですね。ちょっと反応が悪くなってきました。ヒット。でかい。結構でかい。さっきのと同じぐらいのサイズかな。よし。よっしゃー。腹パン。やりました。やりました。腹パンです。卵が入ってますね、これ。いや、いい感じです。24センチですね。24センチですな。どう下がっても伸びません。24センチちょっと超えたぐらい。さあ、だいぶ潮も下げてきて、試合も終わったようで、もう当たりの方も遠のいても全然感動がなくなりました。そしてね、ちょっと風が強くなってきたんで、もしもしも今日は会いたいと思います。ここ、メバルいいかどうか分かんなかったんですけど、今日やってみて結構たくさんメバルが来るのが分かったんで、で、まあ20センチちょいぐらいのサイズが2つ釣れましたんで、この周辺まだ目をつけてるポイントが何か所かあるので、次回は他のポイントも狙ってみたいと思います。明日はね、さっき釣ったメバルで一番の期待でおります。何でしょうかな、引き付けがいいかな、やっぱ。ということで次回また頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。